ジャニ。2月17日金曜日から2月19日日曜日の出演情報を紹介していきます。ついにニューシングルがテレビ初披露されます。まずはテレビミュージックステーションです。出演するのはスノーマンで、2月17日金曜日21時からテレビ朝日にて放送されます。スノーマンが生出演し、新曲タペストリーをテレビ初披露します。シングル曲のテレビ初披露という意味では、去年の7月にオレンジキスを初披露して以来、なんと7ヶ月ぶりとなります。待ちに待った大イベントですね。スノーマンが M ステに出るときは、VTR 中のメンバーのワイプ芸や、他のアーティストの絡みも見どころの一つです。今回スノーマンと生共演するアーティストは、King&Prince、エレファントカシマシ、YOASOBIのボーカル生田リラさん、新歌姫優香さん、そして吉高由里子さんもスタジオに駆けつけるそうです。はい、次の出演媒体はテレビヴァンガードビルドレス第6話です。出演するのは佐久間くんで、2月18日土曜日8時からテレビ東京にて放送されます。レギュラー声優として出演します。予告からは今週佐久間くんの出番があるかどうかはわかりませんでした。今週は出番があるといいですね。はい、次の出演媒体はテレビ芸能人が本気で考えたドッキリグランプリです。出演するのは向井くんで、2月18日土曜日19時からフジテレビにて放送されます。ヒラーとしてスタジオ出演します。今回はスタジオで向井くんにちょっとしたドッキリが仕掛けられるようです。小学生が考えた川柳ドッキリに向井浩二大絶叫。スタジオでは向井浩二の身に G の災難が降りかかると告知されています。ゴキブリ関連のプチドッキリが仕掛けられるようです。はい、次の出演媒体はテレビ土曜ドラマ大病院選挙第6話です。2月18日土曜日22時から放送されます。スノーマンが主題歌ダブルを担当しています。はい、次の出演媒体はテレビファッション通信です。出演するのはラウールくんで、2月18日土曜日23時から BS テレ東にて放送されます。ラウールくんが VTR 出演します。番組の中で幼児山本のパリコレが取り上げられ、ラウールくんのランウェイも映るようです。スノーマンが出る番組としては馴染みがない番組ですが、30年以上も放送されているファッション専門の長寿番組です。はい、次の出演媒体は、テレビ目指せポケモンマスター特別編です。出演するのは深澤くんで、2月19日日曜日7時から BS テレ東にて放送されます。ゲストとしてスタジオ出演します。ポケモン大好き芸能人の一人として出演し、ポケモンの名シーンや心に刻まれた名曲を語ります。共演者は谷原章介さんや3時のヒロイン福田さんなどです。深澤くんがこの番組に出演するのは先月1月6日以来2回目です。はい、次の出演媒体はテレビそれスノーマンにやらせてくださいです。出演するのはスノーマンで、2月19日日曜日13時から TBS にて放送されます。スノーマン9人全員がスタジオ出演します。今回はゲストにジャンポケの3人を迎え、大人が好きな野菜トップ9を当てろというクイズ対決をします。衝撃の展開にスノーマン大パニックと告知されています。はい、次の出演媒体はテレビ全国ボロいい宿です。出演するのは渡辺くん、深澤くんで、2月19日日曜日15時30分から TBS にて放送されます。渡辺くんと深澤くんがゲストとしてロケ出演します。二人はロケリポーターとして群馬県のボロいい宿に旅ロケに行きます。潔癖症の二人がボロい宿を見てロケ中止の危機に。さらに MC のバナナマン設楽さんと深澤くんの親密エピソードや番組ディレクターこだわりの選曲も盛りだくさんと告知されています。スノーマンの曲がたくさん使われそうです。TVer でも配信予定です。はい、次の出演媒体はラジオスノーマン佐久間大介の待って無理しんどいです。出演するのは佐久間くんで、2月18日土曜日8時から文化放送にて放送されます。今回のゲストは声優沖あゆ亮太郎さんです。テニスの王子様やブリーチに出演した方です。テニプリトークが聞けそうですね。ちなみに今週は文化放送のスペシャルウィークのため、ラジオの聴取率が調査されます。はい、次の出演媒体は雑誌バーフアウト3月号です。掲載されるのは目黒くんで、2月17日金曜日に発売されます。目黒くんが表紙を飾ります。12ページの特集が組まれています。はい、続きましてお知らせが2つあります。まず1つ目は、ラジオ番組スノーマン佐久間大介の待って無理しんどい公開収録の観覧申し込み期限が2月18日土曜日23時59分までとなっています。
番組公式ホームページから申し込めます。公開収録は3月4日土曜日に都内某所にて昼の部と夕方の部の2部制で開催されます。昼の部には声優下野紘さんがゲスト出演、夕方の部はゲストは登場せず佐久間くんのソロラジオとなります。はい、続きましてお知らせ2つ目です。新曲タペストリーのサビダンス動画ロングバージョンがスノーマン公式 YouTube チャンネルにて公開されました。2月15日水曜日から公開されています。TikTok で3人組ダンス動画が公開されていましたが、そのロングバージョンとなります。第1弾として、佐久間くん、渡辺くん、向井くんのロングバージョンが公開されています。順次、他のメンバーのロングバージョンも公開されるはずです。出演情報は以上です。それでは、視聴者さんにコメント欄で投稿いただいた、スノーマン川柳を6つ紹介します。スノーマンの最近のニュースというお題で募集しました。まずは、目黒くんについての川柳で、近中でトリリオンゲーム主演春。7月期のドラマ情報が出ましたね。しかも主演で、早速原作購入しました。というシュガーマムさんからの投稿でした。目黒くんの主演ドラマ決定については今朝このチャンネルに別動画を上げて解説しているので、まだ知らないという方はぜひご覧ください。はい、続きましてプロモキが豪華すぎるタペストリー、ツイッターで朗読、 TikTok でダンス、インスタでオフショ、 YouTube でロングバージョンと SNS でのプロモーションがすごくてスノタン歓喜です、というシュガーマムさんからの投稿でした。続きまして、待って無理、公開収録やっと来た、アケ0928さんからの川柳でした。パンウサさんからも、佐久間くんのラジオ公開収録なんて夢みたい、というコメントがありました。佐久間くん自身も公開収録が夢だったようです。ライブよりもはるかに近くで佐久間くんに会えるチャンスですよね。はい、続きまして、おめでとうドラマ主演と誕生日、カリブーは見たさんからの投稿でした。まさかのメメの誕生日前日にドラマ主演の報道がありましたね。はい、続きまして、6人時代スノー映画は貴重作品、6人時代のスノーマンの映画が2月から3月にかけて日本映画専門チャンネルで放送されるので作ってみました、というマリクマさんからの投稿です。詳しく放送日も教えていただきました。劇場版私立バカレア高校は2月28日と3月23日、劇場版バッドボーイズ J 最後に守るものは2月24日と3月22日、それぞれ日本映画専門チャンネルで放送されます。いつも情報ありがとうございます。はい、続きまして、タペストリー TikTok で美女爆発、もうキュンシ案件で殺されそうです、というアメユナさんからの川柳でした。コメント欄での投稿ありがとうございました。はい、今回もいつも通りスノーマン川柳を募集します。最近のスノーマンのニュースを575に込めてコメントしてください。字余りでも OK です。お待ちしてます。それでは次回の出演情報の動画は2月19日日曜日16時に投稿します。いつもご視聴いただきありがとうございます。じゃあに、じゃあに。